前橋市石倉町と耕運町をつなぐ利根橋が装いを新たにお目見えしました。全長200メートルのこの橋は工費およそ2億3000万円をかけて作られたもので、群馬大橋とともに最近の交通難の解消に大きな役割を果たすことでしょう。先頃東京日本橋三越で上州の物産と観光展が開かれました。県特産の民芸品、食料品や県内観光地の写真などが会場いっぱいに飾られ、上州の香り豊かなこの催しに人気はうなぎ登りに上昇、大きな成果を収めました。6月7日夕刻、県内各地に激しい雹と大雨が降り、農作物が大きな被害を受けました。県では直ちに神田知事をはじめ県議会、農政関係者が現地調査を行い、天災融資法の発動を要請するなど災害対策の万全を期することになりました。上毛三山の一つ榛名山の中腹にある榛名神社、今年は60年ごとに巡ってくる日の絵馬大祭の年にあたり、榛名町を挙げての大祭が盛大に行われ、稚児行列や獅子舞など多彩な行事が繰り広げられました。この神社は第31代陽明天皇の時代に作られたと伝えられ、境内には由緒ある史跡が数多く残されています。中でも古くからこの神社に伝わる秘宝の公開は人気の的。後鳥羽上皇の御神筆や左甚五郎作の獅子頭など目を見張るような宝物が展示されました。このように榛名神社の日の絵馬大祭は期間中訪れた数十万の参拝者の胸に深く刻み込まれたことでしょう。交通事故ゼロの願いを込めて春の交通安全運動が県下で一斉に行われました。今年は交通事故による死亡者が昨年に比べると 35% も増えています。そこで県交通対策協議会では公共団体、婦人会などに呼びかけて県民総ぐるみの交通安全マスコット一筆運動を強力に展開しました。この運動は全国でも初めての試みとして注目を集めています。前橋市婦人連合会でもこの運動に積極的に協力し、交通安全の悲願を込めて真心のこもったマスコット作りを行いました。県内各地から集まったマスコットと手紙は婦人青少年センターで厳粛に入魂式が行われました。入魂式の済んだマスコットと手紙は神田知事をはじめ警察本部長などによって県内各地の街頭で直接運転者に手渡されました。このように交通事故をなくすために県民総ぐるみの交通安全運動が県内各地で積極的に推し進められています。群馬県は今明るく豊かな住みよい郷土の建設を目指し、
郷土美化運動を強力に推し進めています。美しい環境の中にこそ安定した県民生活が打ち立てられ、青少年の健全な育成も望めると言えましょう。それではこれから県内の郷土美化運動の各地の模様をカメラでお伝えいたしましょう。6月4日群馬県スポーツセンターで1都7県700人余りの和光度が参加して関東バレーボール高校男子選手権大会が行われました。場内には郷土美化運動の横断幕も掲示され、若い人たちも美化運動に協力しました。一方、街を明るく美しくする運動も進められています。伊勢崎市南銀座商店街ではフラワーボックスを作り、四季折々の花を植えて街ぐるみの花いっぱい運動を行っています。また泉町では伊勢崎市営プール脇の荒れ地を利用して花壇を作りました。40年度伊勢崎市子ども会の花壇コンクールで第1位の成果を上げました。沢郡吾妻村の国定子ども会では両毛線国定駅の構内に花壇を作り、草むしりや水まきの奉仕を続けています。駅前とプラットホームには色とりどりの花が咲き競い、旅人の目を楽しませてくれます。藤岡市高庄町では定例清掃日を設けて公園、道路、側溝などの清掃を行い、美化運動に大きな役割を果たしています。桐生市宮本町でも下水溝の清掃やネズミの駆除などを行っています。その結果、蚊とハエのいない生活実践運動モデル地区に指定され、町ぐるみの美化運動を行って大きな成果を上げています。ここ渋川市辰巳町では全国でも珍しい小皿運動を行っています。これはお茶菓子などを直接手で受け取らず、小皿を使って食べる習慣をつけ、伝染病の予防に努めています。最近アメリカ白人が増え、美しい郷土づくりの大きな障害となっています。そこで県ではアメリカ白人の防除対策を積極的に推し進めています。高崎市立第二中学校では城址公園愛護クラブを作り、アメリカ白人の防除に一役買っています。郷土を美しく、山を緑にの願いを込めて、5月9日ここ神楽郡妙義町の県有林で恒例の植樹祭が盛大に行われました。このような広い範囲にわたる美しい郷土づくりの仕事が積極的に推し進められています。やがてこの郷土美化運動が全県下に根を下ろし、実を結ぶ日も近いことでしょう。